こんにちは、はじめりチャンネルのさやと、しんです、あたしです。はい、というわけで今ショッピングモールに来ています。この前はお昼代込みの2000円チャレンジをしたんですけど、今回はお昼代抜きの2000円分チャレンジをしていきたいと思います。先にフリを食べて、後でゆっくりお買い物をしようと思います。2000円分何を買うか楽しみですね。そうですね。何買うかも決まってる？まだ決まってないね。まだ何が売ってるのかわからないので、ブラブラゆっくりしながら見つけて買っていきたいと思います。ちなみに今からラーメン食べます。人を避けるためにもお昼はめっちゃ早く食べます。今日私ツインテールよ。いただきます。この外買います。はい、というわけで次の日のせいです。ということで買ったものを今から紹介したいと思います。はい、まず今回は4つのお店に行ってきました。で、その4つのお店で買ったものなんですけど、今回はなんとお昼代抜きということで、すごい嬉しかったです。ということで早速紹介していきます。はい、まず一つ目がルピスっていうのかな、アクセサリーショップのお店で買いました。はい、まず一つ目っていうかこれなんですけど、買ったものはこれしかないんですけど、このキラキラのクリップを買ってきました。他にもいろんなクリップがあったんですけど、やっぱりなんかこのキラキラしててすごい髪に似合うかなって思ったので、こんな感じのクリップを今回買ってきました。これ1個だけですね。こちらの値段が380円でした。はい、というわけでこれをつけてちょっと今から紹介していきたいと思います。はい、次ですね。次に行ったのはドンキホーテなんですけど、ドンキホーテで購入してきたものがこちらです。はい、まず1個目なんですけど、実はタケノコの里ですね。まあ、やっぱりね、さやのお菓子って言ったらチョコレートが好きなんですけど、その中でこのタケノコの里がねあって、すごい美味しそうだったので、タケノコの里を買ってきました。スーパーで買うとちょっとお高いんですけど、こちらドンキホーテでは158円でした。まあね、この2000円企画っていうのはやっぱりね、自分のお金じゃなくて買えるっていうのがあるので、この好きなタケノコの里を買ってもらいました。ドンキホーテで2個買ってきたんですけど、2個目がこちらです。はい、これはまとめ買いみスティック型ワックスなんですけど、結構さやが出かけたりするとアホ毛がすごいんですよ。もうとりあえず飛んで飛んで飛びまくるので、すごいこれを落ち着かせるために、この手が汚れないって書いてあるんですけど、こう固まらないのにピタッとキープって書いてあって、この人をパカッて開けるとこんな感じでワックスがついてます。これでこう撫でて髪を落ち着かせるやつです。こうやってイクイクしてるんですね。で、これは結構っていうか、この売り上げが第1位のヘアワックスらしいです。関係ない情報だけどね。っていう感じで、サヤのこのね、このボッサボサのサヤの髪の毛をこれで落ち着かせたいと思います。まあね、前からこういうのがずっと欲しかったので買ってみました。ちなみにこんな感じの売り上げ第1位です。お値段の方が398円でした。次は無印良品です。はい、というわけで無印良品で買ってきたものなんですけど、まず1個目、じゃん。はい、これはさやがね、ちょっと前に買ってすごい美味しかったものなんですけど、ココアとバニラのクッキーで、これが前にねちょっと買って美味しかったのでリピート買いをしました。こちらお値段が190円でした。自分でのお小遣いはちょっと高くて買えないので、今回買ってもらいました。他にもね、いろんな種類があるので、ぜひ皆さん見かけたら食べてみてください。はい、そしてもう一つがクラックプレッツェルって言って、このチョコレート味のプレッツェルなんですけど、これはママが大好きで、ちょっとね、ママが見つけてあーって言ってたので、今回はまあね、ママのお金なんですけど、ママに買いました。で、まあちょっとね、これね、ママが食べてたら、最後ちょっとつまみ食いをしようかなって思って買ってあげました。これはすごいママの大好物です。
本当に美味しいのでぜひ皆さん食べてみてください。でですね、こちらのチョコレートクラックプレッツェルが100円でした。食べきりサイズなのですごいおすすめです。はい、次は3COINS で買ってきたものです。ここでね、結構お金を使っちゃったんですけど、まあ、とりあえず大きいもので1個買ってきました。早速紹介していきます。はい、というわけで買ってきたものがこちらです。組み立てカプセルトイキットっていうんですけど、これはガチャガチャですね。このくらいのちっちゃいガチャガチャになると思うんですけど、これは550円しました、税込みで。で、結構ね、この工作や自由研究などにって書いてあって、まあ、自由研究ではないんですけど、普通にこの企画でも使えるかなって思って、あと普通にガチャガチャ面白そうだなって思って、今回このガチャガチャのトイキットを買ってみました、まあ、やっぱり普段自分のお金だとこんなのはね買わないので、やっぱりちょっとこれがね心の中で密かに作ってみたかったので今回買ってみました。まあね、どんな風になるのかとかね結構大変難しそうなんですけど、作ってみたいと思います。はい、ということで合計金額が1831円でした。なんかお釣りがあと169円あったので、あとなんかもう一個買えたなっていうのは後悔ちょっとしています。 TikTok、Twitter、Instagram もやっているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた見てね、バイバーイ。